く息吹は烈なる風のごと相手って、あれ？上のランクに、まだ女がいたの？おい、始めていいのか？もちろん。近道ランキング最強の女が決まる。いるね、マキちゃん。おいおい、また誰かと戦ってんのね、きっと。この女とエアマスターがやるのか。完全に殺気を消せるのか。ただのお嬢さんに見えるけど、目の奥のうずうずしたものが消せてないぞ。来な。どうぞ。来な。どうぞ。来な。終わるかな。いや、反応できるなんて、エアカットターミネーターを抜けるなんて。いや、お前はここまで。驚いたのは、一撃で決める大技をかわした雪ではなく、迷いのないエアマスターだ。お前がなんでここにいるかわかるぞ。最初から私にはとてもじゃお嬢さんには見えなかったよ。頭ん中あれだよな、根っこのとこが。本性を表せよ。私と同じなんだろ。戦いが好きなんだろ。さて、私はどこにたどり着くのか。本気にさせちゃった。何この人の怖さ。こいつと同じだ。体が戦いを欲しがってる。マキちゃん、やっぱ戦ってた。マキちゃんだからね。でもなんかいつもと感じ違くない？
ひな。喉を狙った。お姉ちゃんじゃなかったら刺さってる。マキちゃん、やばくない？ねじ伏せる気か。キナ。空気さえ感じる。届くかしら。方法はあるわよ。完全無欠のシズナマン。あなたと私とでシズナマンの完成度を高めて深道ランカーに挑めば、いつかは嫌でもエアマスターと戦うことになる。待っててあげる。立ちなさい。さあ。飢えてる。人の中の本当は本当、他人じゃわからないか。こいつには届かないのか。まだ戦う。
きなさい。お姉ちゃんが叶えた。これでビビったか、怖いってか。言っとくけど崎山、あんたにビビったことはない。そんな話してんじゃねえ。いつまで寝てんだよ。ビビって金縛りか。返事なしか。じゃあ逃げるのかって話だよ。これで死んでもいい側だろう、私もお前も。崎山、後でキスしてやるよ。キスはいらん。確かに逃げるはないよな。立った立った。まだやるの。
他にやることないしな。その通りだ。お前他にやることないだろう。私の人生哲学だ、聞け。十分だ、喋るな。ドアのない壁ならどうする？壁ね。壊すんだろ。そう、ぶっ壊せ。ダメだ、もう戦えないよ。山パワーだ。来いよ。ほら。私が支えなきゃ立てないほど。あなた素晴らしいわ。あなた分かるよ、何のために私を支えてるか。来な。徹底的にやり返すってか。立てって、立てよ、立て。何だってやる。何？エアマスターと戦うためなら何だってやってやる。そう、分かった。帰るわ。皆口ユキ、間違いなく最強の女だよ。お前の姉ちゃん、やっぱすげえわ。あれはな、また別だ。狂気が、冷たい感じの、エアマスターの上を行く、冷たい狂気。私な、今日夜、タイトルマッチでよ！今日の試合、こいつのおかげで爆発しそうだわ。どうするこいつ。強いやつってゴロゴロいるんだね。そうだ、うち運んで。ミナちゃんに頼んで、ミナちゃんのお医者さんに来てもらう。今日の試合、私の相手サンパギータカイデよ。あ、嘘。因縁の対決だよ。私のパートナーはあいつの師匠だからな。
おかげで本当行く、絶対見に行く。やった、行くぞ崎山。おお、いい戦いだった。さあ、どうするか。崎山と平成カイオロープリフター。おーっと、ここで居酒屋クラスボンバー。さあ、どうした、立てるか。栄えで酔った早瀬美代がおっさんばかりにナンパされて消えて完成させた必殺技、カウントテック。さあ、高い高い、早瀬を返した。お姉ちゃん、結構死ぬとこだったって。あたし出かけてくるから、ミナちゃんに看病してもらってね。ついに念願の新タッグチャンピオンだ、サンバギター。かい、そして関口トミカ。明日だ、明日リベンジだ。我々エンドステワール、我々エンドステワール。さすが焼肉。焼肉がさすがか。焼肉がさすがです。でも焼肉食べるとパワーが出るやん。パワー？パワー。カツオ悪いね。ところで何あの人、全てが勝負だって。もしかして勝負メニュー？じゃあ焼肉勝負だ。次回エアマスター焼肉。美味しいよ。